るだけでやばい。50メートル上の落ち口から一気に流れる水は強烈な水しぶきとなり、滝壺周辺へ飛び散っているんです。ではいよいよ高木さんの滝行スタートです。やっていきます。 2.8 です。35.8。足がこう冷たそう。足がもう足ずらぐ。そうですね。痛さとかもあるんですかね。足痛いですか。足の裏。あれ、高木さん全身統一されてないですかね。冷たさに負けちゃってますね。でも水温6度は本当にきつそうですよね。すべては山梨大会での勝利のため懸命にお経をあげ続けます。でも表情変わった。集中してる。無事に滝行を遂行した高木さん、さすがです。声が出なかった。いやでもこれもめちゃくちゃ念が取れたはずです。ちょっと寒すぎて喋れない。さすが高木さん、水温6度よく耐え抜きました。落ち着いたところで再び感想を。入る前、試合に行くよりもどんなタイトルマッチよりも緊張しましたね。いや緊張した。例えたら申し訳ないですけど、結構サウナが好きで、サウナに長時間いるのがこう試合の時きつい時とちょっと似てるなとか思ったけど、全然こっちの方がきつい。ものすごい修行。それを乗り越えたということは山梨大会への期待が高まりますね。滝行のプロから見た高木さんは、初めてにしてはすごく良かったと思います。様になってましたね。はい、入った瞬間に出る方も結構いたので。ああ、はい、というか足水温が冷たい。足だけでもしんどいのに滝の下まで行くっていうのは安易じゃないなっていうのが分かりました。野田の境地には行けましたか。行けました。最初の正直2、3秒ぐらいは、はい、感情がだいぶあったんですけど、はい、最後の5秒ぐらい、はい、本当無害に、はい、生まれ変わった気がしますよ。高木慎吾が、はい、新生高木慎吾がね、5月13日見えるじゃないですか。